こんにちは、総会塾の久保です。絶対にこれは手を出さないでくださいと言ったファイルコインという案件がありました。手を出すなと言いながら私は手を出してるんですけども、私は41万1000円をね、ビットコインに変えて、そちらの方でね、いくつかレンタルとそれから永年っていうのをね、2つプラン申し込んでるんですけども、これがですね、ものすごく儲かるという触れ込みもあるんですけども、なわけないだろうと思って、私は参加するけど皆さん参加しないでくださいねと言いながらこのファイルコインのお話をしていました。でもね、やっぱりね、参加する方いるんですよね。でもそういう方ももう覚悟の上だと思いますんで、今回はですね、ファイルコインがあの後どうなったのかってことをちょっとお話ししていこうと思います。どうなったのかという現象ですけども、うんともすんとも言っていないっていうのがね、一つの答えでございます。これが現象です。今日12月8日になって分かった現象です。で、本来でしたらもうね、入金が始まって、ああ一安心っていう形のはずなんですけども、そうなってないと。あれほどね、緻密な URL の新世代のものを作るような会社が、なんでこういうふうなところになったらね、こんなポカをするんでしょうかということなんですよ。だからね、ほとんどのことはそうなんですけども、暗号通貨系のなんかね、ビジネス話、投資話ってものすごく緻密にやってますよっていうのに、会員さんに対しては随分とね、脇が甘いですよね。結果そういうことになるんではないかなと思います。今回も私はね、覚悟して41万1000円投じましたんで、もうね、これなくなったもんと思ってやってますんでね、あとはね、楽しませてもらおうかなと思うところでございます。はい、ではね、この動画の中身はほとんどなかったんですけども、まとめますよ。ファイルコイン、もう気にしない方がいいです。次行きましょう。次、 FX で常に余剰資金を作れるような状態になったら、その余剰資金でね、こういった水物に対してはトライしていけばいいんじゃないかなと思います。とはいってもね、いつものことですけども、ファイルコイン公式な発表まだね、そんなにあるわけではないんで、まだ希望があるんじゃないかなと言われればその通りです。うんともすんとも言ってないってことはダメですよってことでもないって話ですからね。こうやって時間だけ過ぎていって、私たちの記憶が薄れていって、もういいやってなるのが、世の常ですよね。だからね、暗号通貨案件ってはっきり言って詐欺はないんですよ。参加者が諦めんのを、ね、待っているだけというね。それこそ3年間ぐらいうんともすんとも言わなかったら、さすがにもうね、もういいやってなるでしょ。3年間も訴訟とかやっててもね、うんともすんとも言わなかったらもういいやってなるでしょ。結局逃げ切りということでございます。ファイルコインがどうかは分かりませんよ。ただあんまり明るくないんじゃないかなと思っております。情報をお持ちの方はね、ぜひお寄せください。それでは失礼します。